どうも、こんばんは、エヌムです。今回は東京グールリインボーク、お待ちかねのガシャ動画なんですが、今猛威を振るっているこいつ SSR 有馬希少、性能は抜群によろしいんですが、こいつなんかそそられないんだよね。僕さ、断罪有馬が欲しかってまあ言うてこいつ断罪だけど俺はさ、この無敗の捜査官っていうあの名前なんだけどね、こいつなんかセカンドネームみたいなのあんじゃん、ここ無敗のグール捜査官ってあれじゃん、グルカルディイグザ構えてるやつね、なんか雪ん中あれじゃなくて断罪の一撃有馬にしてくれよ、この格好なれよ。これでロープ持ってビルの上から飛び降りるやん、断罪だろ、俺にまた断罪って叫ばしてくれや。で、60個あるからな、どうしよっかな。もう10連いや、SR1 個確定だしさ、ちょ10連いくか今回、なんかパッと割っちゃうけど、今回はこの連続貨車が10連いきます。なんかね、これね、10連を10セットの100連すると、SSR 有馬希少が確定で手に入ると。で、今後ね、こういうことしてくんなら絶対性能のいいやつ出てくるし、別にその今めちゃくちゃ欲しくない何有馬を無理してこれ手に入れるよりか、自分のあ、こいつが欲しいってなった、俺、重蔵欲しいけど、重蔵、例えばね、ジェイソン持った重蔵の性能のいいやつが来た時に、課金して1個手に入れるってやった方が絶対いいと思うんだよね。やっぱその場のテンションで任せてね、ガシャ引くっていうのはね、もうやめようと思う、俺。なんか今までやってきたけど。この前のあれですね、インボークフェスを経験してちょっと考えましたね、自分のこのガシャ引いてる状況っていうのを。はい、というわけで、連続から10回引いていきたいと思います。まあね、いつも単発引いてんだけど、なんか、SR 確定来ちゃったから、これからは10連ってなるのかな。グーカーの時のね、6連やってからの単発4回っていうのがね、僕の中ではこうぴったしきすぎて良かったんですよね。はい、SR ですね。この時点で分かっちゃうっていう。この時点で SR 確定って出てもいいからさ、この後の10枚パラって出てくるとこに出てきてくんねえかな。ポロッとそういう演出あってもいいような気がするんですよ。あ、この SR とかそろそろ俺アタッチメントになるんじゃないかな。はい、というわけで10回引きました。味気ないな、やっぱな、連続勝ち10だとなんか早いし、単発でいちいち演出見ながらやるのが面白いんだけどね。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。